カクタス。カクタスは、アメリカ合衆国のロックバンド。1969年結成。1969年、バニラ・ファッジのメンバーであったティム・ボガートと、カーマイン・アピスは、ジェフ・ベックから新バンド結成の誘いを受けており、彼らも乗り気だったものの、11月2日に、ベックが自動車事故を起こし3ヶ月の重傷を負ってしまい、新バンドの構想は頓挫してしまう。 1970年始め、ボガートとアピスは仕方なく知り合いだったジム・マッカーティー、元ミッチライダーデトロイトホイールズ、バディ、マイルス・エクスプレスを誘い、マッカーティーの推薦でラスティデー、元アンボイ・デュークスが加わりカクタスとして活動を始めることとなった。バンド名は通りがかりのドライブインシアターの名前から取ったが、もともとはサボテンという意味であり、 すべてのオリジナルアルバムのジャケットにはサボテンが描かれている。ボガート、アピス、マッカーティデイの4人編成でカクタス、ワンウェイ、オアナザー、リストリクションズと3枚のアルバムをリリース後、バンド内のトラブルで71年末にマッカーティが脱退、その後間もなくデイが解雇された。その後元アトミックルースターのピーター・フレンチをボーカルに用紙。 ワーナー・フリッツ・シングのギター、デュアン・ヒッチングスのキーボードも加えた編成で、汗と熱気をリリースするが、ジェフ・ベックとの新バンド、ベック・ボガートアピスが実現することになった、ボガートとアピスは迷わず脱退した。2012年のメンバーは、ジム・マッカーティ、カーマイン・アピス、ジミー・クーン、ピート・ブレミー、ランディ・プラットの5人である。1972年のカクタス解散後に、 ボガートとアピスは、ベックと共に、ベック・ボガートアピスを結成した。スタジオアルバム1枚及びライブアルバム1枚を発表した後、バンドは解散した。リリース予定のセカンドアルバムは現在まで未発表であり、バンドの最後のステージ、1974年1月26日、ロンドン、レインボーシアターも共に未発表である。デトロイトのロックシーンで有名になり、 ダスティデイは、デトロイトの最も伝説的なバンドの一つである、ザ・バンド・デトロイトの再生に力を尽くした。ザ・バンド・デトロイトは、デトロイト・ホイールズの分派として結成され、メンバーは、スティーブ・ゲインズ、テッド、ティーメル・スミス、ナサニエル・ピーターソン、テリー・エメリー、ビル・ホジソン、その他からなった。当初のラインナップはすぐに、問題のため活動を停止し、直ちにメンバーを変えて活動する。 ラスティ・デイ、スティーブ・ゲインズとその他のメンバーで1973年に録音されたザ・バンド・デトロイとザ・ドリフトウッド・テープスが存在する。デュアン・イ・キッチングスが中心となった新たなカクタスはアルバムサンオブ・カクタスをリリースしたが、これにはオリジナルメンバーは参加しなかった。元ブルース・イメージ及びアイアン・バタフライのマイク・ピネーラがギター、ベースがローランド・ロビンソン。 ドラムスは、ジェリー・ノリスが担当した。バンドは1973年中頃に中西部、及び東海岸でツアーを行い、これには、キャプテン・ビヨンドのドラマー、ボビー・カルド・ウェルと、元グレッグ・オールマンのベーシスト、チャーリー・ソーザが参加した。新カクタスは長続きせず、間もなく解散した。1976年にラスティ・デイは、フロリダ州、ロングウッドに移り住み、 新たなカクタスを結成した。このカクタスには、スティーブ、カホーテック・ダンスビー、ジョン、ソイビーン・スリム・サウター、あとにテッド・ニュージェントの、ウィーク・エンド・ウォリアーズに参加、ゲイリー、マット・マン・モファット、現在は38スペシャル参加した。このメンバーでの構成が一番長続きし、1970年を通して活動、1979年に解散した。 このメンバーでいくつかのデモが録音されたとされるが、公式には発表されていない。ライブ録音はネット上で閲覧することができる。オリジナルメンバーの一人である、ラスティデイは音楽活動が低迷してから、麻薬の売買に関わっていたらしく、1982年6月3日に、フロリダ州ロングウッドの自宅で、麻薬売人のギャンによって射殺された。事件は現在も、 未解決である。長い活動中断の後、2006年6月にニューヨークで再結成、ザ・レイディオ・キックショーに出演したが、これは1972年にタイムズスクエアの BB キングス・ブルース・クラブで行ったライブ以来のニューヨークでのステージとなった。これは6月9日にスウェーデンで行われたスウェーデンロックフェスティバルのウォームアップとな。新カクタスは、 オリジナルメンバーのアピス、ボガート、マッカーティに加えて、元サボイ・ブラウンのジミー・クーンがボーカルとして加入した。ランディ・プラットも、ニューヨークとスウェーデンのステージで、ハーモニカで加わっている。バンドはまたアルバム、V を発表している。2008年、マッカーティが再びバンドを脱退し、ワーナー・フリッツ・シングが代わって加入した。ティム・ボガートはツアーを引退し、代わって、 エリオット・ディーン・ルービンソンが割った。2011年にマッカーティが戻り、ピート・ブレミーもベーシストとして加わった。ブレミーはバニラ・ファッジでもボガートに代わってベースを引き継ぎ、両バンドでプレイした唯一の非オリジナルメンバーであった。カクタスはエアロ・スミス、バン・ヘイレン、38スペシャル、アンビル、ブラック・クローズ、モントローズ、レーナード・スキナード、 The Black Keys といったバンドに影響を与えたとされる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。